ヨーロッパの新しき進展に呼応するかのごとく11月30日南京において日志新条約並びに日満志三国共同宣言が調印されました。思えば日志戦いを交えてより四世相聖戦に幾多の英霊を捧げ一億心をいつにしての苦闘むなしからず党は新秩序の礎へついになる。厳然たるこの事実の前に重慶の苦悩を覆い難く英米旧勢力の焦燥をまた思うべし。各外において目覚ましき発展を示しつつ内には大政翼賛の新体制運動はいよいよ進展画期的成果を収めつつあります。我らは賢みて公民心を包帯し和中協力もって大政翼賛の進動を全うせんことを誓いまつる。かくて来たるべき2601年こそ未曽有の非常時局を克服し飛躍的発展の新階段に上るべき希望の年として期待されるに至りました。